こんにちは、LiLi nana* です、今日はこちら方眼模様でミニバッグを作ってみました。ハマリ糸などでも作れるので、もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのマリーナブークレー。こちらのカラーナンバー31番と33番、こちらを使用していきます。こちらは綿が 100%、約 25g、約 31m。使用かぎ針が5号から6号、標準ゲージが17目26段となっています。かぎ針は6号針の 3.5mm を使用していきます。で、糸と針はお好きなものを使ってみてください。ではまずはカラーナンバー33番、こちらを使用していきます。指に2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて糸を持ってきます。一度引き締めて鎖一つで立ち上がります。輪の中に細編みを6目編んでいきます。 1,2,3,4,5,6 目編めたら輪を引き締めます。開いて糸端と同じところから出ている糸があるので、そちらを引っ張って輪を引き締めます。針を戻して糸が動く方が針の前に来るように針を戻します。見づらいんですけども、最後の目から数えて6目め、1,2,3,4,5,6、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、次から円をどんどん編んでいきます。もし円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では、上に書いてある段数まで円を大きくしていきます。はい、7段まで編んできました。1周が42目になっています。で、だいたいサイズが横が7.5 センチぐらいにこちらの糸だとなっています。で、こちらの模様は3の倍数だったら編めるので、お好きな目数で編んでみてください。では次は側面1段目、筋編みで細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、ちょっと見づらい糸なんですけども、奥の1本を拾いながら細編みを編んでいきます。奥の1本だけに針を入れて、細編み。奥の1本に針を入れて細編みという感じでぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。最後1目残っているんですけども、こちらで色を変えていきます。奥の1本に針を入れて糸を持ってきます。引き抜く時にもう1つの糸ですね、私はカラーナンバー31番、こちらで引き抜きます。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、今まで編んでいた糸も針の上に持ってきて、このまま引き抜きます。で、今まで編んでいた糸は後ろで休ませておきます。で、これで1段目が編めました。で、次は2段目は筋編み2目鎖1目で1目飛ばすというのを繰り返していきます。鎖1つで立ち上がって、筋編みなのでまた奥の1本に針を入れて、こちらの糸端を編みくるみます。で、今まで編んでいた糸は後ろで休ませておいて、まずは筋編みで細編みを2目で、次は鎖を1つで1目飛ばします。で、また筋編みで細編みを2目鎖を1つで1目飛ばすというようにぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。筋編み2目鎖1つで最後1目飛ばします。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、後ろで休ませていた糸も針の上に持ってきて、このまま一緒に引き抜きます。でこれで2段目が編めました。で次は3段目は細編み2目鎖1つと編んでいきます。こちらの糸は後ろで休ませておいて、鎖1つで立ち上がって筋編みではなく頭全部に針を入れてしまいます。で細編みを1回2回で鎖を1つ、下の段の鎖編みは飛ばします。細編みの頭に細編みで鎖を1つ、でまた細編みの頭に細編み鎖を1つとくるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。細編み細編みで鎖1つと編んでいます。次の段で色を変えたいので、このまま引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、で後ろで休ませておいた糸、こちらで引き抜きます。でこれで3段目が編めました。で次は4段目、今まで編んでいた糸は後ろで休ませておいて、次は筋編み筋編み長編みと編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、で奥の1本こちらに針を入れて、筋編みで細編みを2回、で次は長編みを編みます。引っ掛けて、こちら2段目で飛ばしたところですね、筋編みで細編みが2目入っています。で1目飛ばして、また2目1目飛ばしてとあるんですけども、この飛ばした目に長編みを編んでいきます。引っ掛けて、こちらの目に前から入れて前に出します。糸を引っ掛けて、で長編みでこれを繰り返していきます。細編みで筋編み筋編み引っ掛けて、こちら飛ばした目、頭に針を入れて前に持ってきます。でこのまま長編みでこんな感じで編んでいきます。細編み細編み筋編みですね、筋編みで細編み2目、でこちらの開かせたところ飛ばした目、こちらに針を入れて、こんな感じで針を出して糸を引っ掛けて前に出します。で長編みとぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。今筋編みで細編み細編みと編んでいます。で最後の長編みで色を変えていきたいので、引っ掛けて一番最後ですね、こちらに針を入れて長編みで最後2本取るときに後ろで休ませておいたこちらの白糸、こちらで引き抜きます。で一番最初の細編みの頭、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、今まで編んでいた糸は一緒に編みくるみながら引き抜きます。でこれで4段目が編めました。で次は5段目、5段目6段目は2段目3段目の繰り返しになります。鎖1つで立ち上がって、筋編み2目で鎖1つで1目飛ばすというのを繰り返していきます。後ろでこちらは休ませておいて、筋編み筋編み鎖を1つで1目飛ばします。で筋編み筋編み鎖を1つ、次の段では細編み細編み鎖を1つと3段目と同じように編んでいきます。では5段目はすじ編み2目鎖1つ、6段目は細編み2目鎖1つと6段まで編んでいきます。はい、6段目まで編んできました。細編み細編み鎖1つで、一番最初の目に引き抜くときに色を変えていきます。こちらの糸で引き抜きます。で、次は7段目。7段目は4段目と同じように編んでいきます。筋編み、筋編み、長編みと編みます。鎖1つで立ち上がって、奥の1本に針を入れて、細編み。で、細編み。で、長編みを編みます。長編みを編むときは、こちら4段目の長編みの頭に針を入れます。空いてると思うので、こちらに針を入れて、で、長編み。で、同じように筋編み、筋編み、で、長編みの頭に長編み。で、これをぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、最後、長編みを編むときに色を変えていきます。かけて長編みの頭に長編みで、2本引き抜くときに色を変えて引き抜きます。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の筋編みの細編みの頭ですね、こちらに針を入れて、今まで編んでいた糸も一緒に編みくるみながら引き抜きます。で、これで7段目が編めました。で、次からは5、6、7段目を繰り返しながら編んでいきます。はい、13段まで編んできました。こちらブロックが1、2、3、4、4つある感じになっています。で、今まで編んでいたこちら白い糸はもう使わないのでカットをしちゃいます。一番最後引き抜くときに、今までは色を変えていたんですけども、これで最後なので色を変えずに、こちらのブルーで引き抜いてしまっています。では次は持ち手を編んでいきます。で、だいたい私はこちら、1、2、3、4。こちらに持ち手をつけたいので、長編みの頭にマーカーをつけておきます。マーカーで長編み2個間にあって、で、マーカー。という感じで、で、反対側も同じように合わせて、こんな感じで持ち手を編んでいきます。では次は14段目、鎖1つで立ち上がって、まずはマーカーの手前まで細編みを編んでいきます。マーカーのところまで細編みを編んで、ここから鎖編みを編んでいきます。1、2、3、4、5。はい、鎖編み18目編んできました。これはお好みの長さで作ってみてください。で、マーカーのところからまた細編みを反対側のマーカーのところまで編んでいきます。はい、マーカーの手前まで細編みを編んできました。で、長編みの頭のマーカーがついていたところで最後になります。ここからまた同じ目数鎖編みをしていきます。はい、私は18目鎖編みをしてきました。で、そしたらマーカーのところから最後まで細編みを編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで終わりにしてもいいんですけども、一番最後私は引き抜き編みをしていきます。このまま引きと立ち上がりをせずに、1個2個目こちらから引き抜き編み、こちらにマーカーをつけておきます。1つの目に1つずつ引き抜き編みをして、で鎖編みのところ、私は上半目と裏山を拾って引き抜き編みをしていきます。でこんな感じで1周ぐるっと引き抜き編みをしていきます。はい、端まで編んできました。でそしたらチェーンつなぎをしていきます。糸処理できる分残してカットをします。糸を抜いてとじ針を糸につけて、マーカーがついているところに針を入れて、糸が出ているところと下の段の細編みの頭ですね、こちらに針を入れて、でこのまま後ろで糸処理をしておきます。他の部分も糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。ポイントにタグをグルーガンでつけています。でだいたいサイズが横が 11.5cm で、こちらの高さがだいたい 7cm、 こちらが 8cm、 そこの部分がだいたいこちらも 8cm で、持ち手の幅が 7mm くらいですかね。でだいたい長さが 10.5cm、 こちらがだいたい 4cm ぐらいになっています。でこちらは小さなものになるので、余り糸などで作れると思うんですけども、マリーナブークレの場合だと、白い糸だと3分の2ぐらい使いました。で、こちらブルーの糸はだいたい使い切りという感じですね。なので、マリーナブークレが31メートルなので、そんなに長い糸ではないので、何かコットン糸とか大きさは変わってきてしまうと思うんですけども、細めの糸だったらもっと小さな可愛い感じに作れるかなと思います。で小物入れやインテリア、お子様のおままごとにも使えると思うので、もしよかったら編んでみてください。では今回は方眼模様のミニバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。